レンです。ということで、聞いていきます。今日はなんか映ったけど大丈夫？危ない、映しちゃいけない人です今日はなんと久々のワークアウト企画ということで、もう大好評のね、最新のスキル学んでいきます。はい、よろしくお願いします。じゃあ行っていきます。お久しぶりです。お馴染みの本日はフィネスさん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。あと今日は余計な人がいる、ぜひ僕らとワークアウト一緒に受けたいっていう、はい、しました。若手の方が最近イケイケな感じで、若手のボーラーなんですけど、お願いします。相当イケイケだよ今。ちょっと一緒に今日3人でワークアウト受けてみます。お願いします。ありがとうございます。まあ一応ね、フィネスさんの動画こちらとかこちらとか結構前は通ってたんですけど、うん、そうだね、今回ねやってくれるということで、そうだね、僕たちを厳しく指導してくれるということで、まあちょっと最近僕もちょっとね、やっぱ僕もちょっと自分のプレーにも飽きてきちゃうんですよ結構。はいはいはい、わかる。まあだってもうずっとこのプレーだもん。まあずっとっていうか、なんか、まあ、飽きたらちょっと増やしてみたいな。はいはい、あ、増えてたんだ実は。いや増えてたっていうか、多分やらないプレーが増えたっていうのは、逆にこれはやんないっていうの、これに飽きたプレーはやんないみたいな、もう確立されてたんで。そう、はい、まあ確かに。そうだ、結構多分ね、新しいスキル結構俺は求めてる。はいはい、でいつも教えてもらうスキルが結構全部新しいから。そうだね、しかも結構全部使える、ワンワンとかに全部使えるスキルなんで、ね、もう中高生とか必見動画です。そういうことですね。まあ今日まず、あ、まあそういう感じっすね。はい、いや俺たちも最近はちょっと教える側が多かったんで。そうだね、教わる側。そうだね、ちょっと今日、まあ、そっちの勉強もしていきましょうっていう、はい、やっていきましょう。お願いします。ガッチガチにやっていきます。じゃあ今日、基本的にスクールでやってるのをちょっとみんなに体験、はい、体感してもらって、メインはちょっと足の使い方、はい、今スクールでずっとやってて、足の支える足、コントロールする足ずっとやってて、それをちょっと今日説明しながら、実際こう対人、人に向かって使うのをどうやっていくかっていうのを最後にやってもらって、はい、お願いします。一般的に本当によくあるオープンドロー、はい、まあオープンスピンステップでね、こっち開いて準備をする。でそこによく言われるのはポケットのね、はい、同時にこう、これはもう多分一般的に、ここでスプリットドロップ、縦足攻める。ここの時に自分がこだわってるのが、オープンのスタンス、ディフェンスに体を向ける状態、後ろの足ドロップのスタンスはよくね、スプリットでもこういう姿勢を取る。これだと逃げるから、あと体が正面に向かいすぎて、その後のプレーがやりづらいから、必ず後ろ足をついてる状態、ヒールアンダーで2回目に足が全部ついてる状態、はい、まず足を乗せるっていうのは、まずはこっちの股関節を持ってに今度は股関節に乗るっていう動き、自分がよく支持する足っていう、支える足、支える足っていうのを真下に作っていく。基準が自分の真下。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、全員え、さっきのが重心が真ん中だとしたら、今度は真下だ。真下っていうのは自分真下、このまま落ちるってことですか。あいつ、今ここが中心、はい、ここが中心ですよ。あー、なるほど。そうそうそう、その足を絶対分かってないんだけど。だからなるほどとか言ってたけど、絶対分かってない。重心真ん中で、ここに足を作ってる。そうそう、で、さっきのヒーラーのデスのドロップのスタンスを、ここだからこうです。そうそう、で、またお話を送り出すんだけど、この時に体を開いて
股関節を開くようなイメージでやると、なるほどですね。はいはい。そうそう。股関節が結構、まあドライブの時に股関節を結構開くイメージ。まあそうすると右足が多分自然と前に出るってことですね。地で支える足が前足になる。そうすると自然と前に利き足でドライブ。この説明なしにやるとついこういうロードステップ、あのトリガーステップでよく、ああはいはい、利き足というのとこれになっちゃうから、これはもちろんバスケットとかです、はい、すごく必要なプレーなので、今はあくまでドロップだから前で開く、同じスタンス、全く同じスタンスでドライブ。そうだ。あくまで誘導して空いてるところ、誘導して動いてなければそっちっていうのを、で今度は右の右右のストレートコントロールで、はい、今やったリード、後ろ足軸足リード、そのまま前に乗せる、そうするとどこに後ろから乗せてたのを乗せ返して、右足じゃないですか。
に対して、はい、アタックするここにそこから向かっていくとディフェンスはこれで僕はすごいヘビーステップ、はい、ここだタイミングでずらすこれも軸足だから今日やってた送り出しができれば指示ができるから今度は支える足ができるから、うん、取り込んだらヘビーステップはスムーズにこう取り込んでいけるで取り込んでいったらここでついてくるに対して、最初に練習してた足を刺す、しっかり足をこう刺すっていうイメージを持って、そのタイミングでディフェンスが、オーバーに守ってたらそこに切り返しましょうっていう。一応今足の使い方、バイバイ全部忘れちゃった。ぶん殴っていい？頭のさ、じゃ頭のギガが今2ギガしかないから俺。パンパンになっちゃって。買わないといけない。そう、買えないといけない。20ギガ。そう。そういうこと？いっぱいやったんですけど、はい、どうすか？いやだからそのドロップステップにも何種類かあるっていう。うんうんうん、しかもヘビーと、うん、その足の使い方によってヘビーか。うんその違うまたスキルか、はいはいはい、また別個になる。そうだね、足の使い方だけで変わる。今日は単純にまあなんとなくみんな攻めてるけど、まあ、左足右足足って2本しかないじゃん。はいはいはい。でこうこれ右足にさ体重が乗ってる状態、はいはい、左足に体重が乗ってる、結構もう真ん中に体重を乗せてる状態、はいはい、プレー中に今やってるのはプレー中にじゃあどこの足に重心を一番乗せて攻めるかっていうのを今やってて、後ろと中心と前、うん、結構勉強になりますね。これを覚えればもうこの3種類でいいところまでは抜けるよっていう。プレーの幅はめちゃくちゃ広がる。これでね、まあ、で次はオフハンド。次ここからオフハンド、ね、オフハンド、そっからのオフハンドの、まあ、やり方っていうのをちょっと教わるんで。だからかなり 95% ぐらいで抜けんじゃない。これでそうだね、やっていきたいと思います。オフハンドで、まあ本当によくインスタでも出してるんだけど、あまり上手にこう使ってるのがいなくて、はい、多分中学生なんかも認識があってやるんだけど、当たっちゃったりとか、はい、全然関係ないところで手取り始めて、はい、あくまでオフハンドはオプションっていうか補助的要素であって、
なんだけどそれを使う、を使わないでは大きくドライブの抵抗に、うんうん、抵抗くなっちゃうから、あのフランドはしっかり覚えましょうで、特に一般的にミドルでもいいんだけど抜きに行きました。まあ、ここに転移しました。ここに対してクロス、これを取りに行きましょう。多分これは一般的にスイムハンド、クロールハンドで外す。しっかり自分のシリンダーに、ここだったらまだシリンダーだから、シリンダーエリアを入れましょう。ここに出てくるから、これ左一歩手が必ず親指を下の状態で、肩の耳ぐらいで持ってるんだけど、上げすぎたもん、ね、例えば出てきた瞬間に払うっていう状態で、近づいてきた時にこう左にかかるから、この時にもう準備抑える場所をちょっと多少意識してもらって、まずは見えてる手は俺は手首がいいかなっていう、うんうんうん、それはこれもスクリューセンに行くね、力点、うんうん、可動の遠いところを動かせば軽い力で手は外せるよねっていうのが手首、うんうん、今度は手が遅れて出てくる時、うんうん、進みました。準備は多くしてる、手が出てくる、これは肘を抑えましょう。今度は引かせる、後から出すから。今度は、ね、オフハンド、オフハンドって言ったら使うんだけど、今度はオフハンドの使い方で、使用方法でドロップされた。今度は手を入れる。ここを取る人もいるけど、これ、なんだろう、あまり有効的だと思わない。しかもドロップスタンスなんで、この時にかわす、今度当たったら体を逃がしていく。ただオフハンド使わないで、はい、ごめん、ぶつかってもらっていい？オプス、この状態、これだとやり合っちゃうと、この前にですね、ここを抜く、ここにあのスクールセンターのおじいちゃんおばあちゃんが出てる、手をここにやりなさいよ。ドロップディフェンスに対して当たってもかわいそうです、あ、でも最初から別に抜かなくていい。この当たる瞬間に、この今まではスイムをしてたのがドロップで当たるから、今度後ろに下げられば、抜かれないで下げちゃ う、まあ、要はこの右腕をこっちに力加えれば勝手に体は反転するっていう方向的に。リノさんの、スクール今日終わりなんですけど、はい、どうでした？いや、やっぱちょっと足の使い方とオフハンドで、はい、スズレンワンワン最強になった説もあるんで、ちょっと試したいなっていうことで、はい、今教わったものってやっぱすぐ試した方が身につくっていうか、さすがにね。次回ワンワン誰ぞ、お3人、そういうこと、何でワンワン、ちょっとそれはおめでたい、うん、
やってみよう。だからまあすぐ上げるんで、はいはい、この動画見た方はそちらもぜひ見て、まあ教わったことをちょっとまあ復習じゃないですけど、なんか島田は足やられてるっぽいからこのオフハンドでちょっとまた捻挫とかさしたらおもろいかもしれない。やっちゃうよ、ガンガンやっちゃうよ。どの層がおもろいんですかということで、まあ本日の、ね、まあ、ワークアウトの動画こちらで終わりになります。ためになったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。もうためになったことしかないでしょ、これはもう完全に。まあ、さらにはね、イヌさん、まあ、東京とかいろんなところで、バスケ教えてるんで、そちらの、ね、はい、概要もね、貼っとくんで、皆さん、はい、そちらもチェックお願いします。お願いします。ということで、また次回。ということで、また次回、ワンワン動画で。バイバイ。バイバイ。